日高の平取町では寒さで甘みが増した寒締めほうれん草が収穫のピークを迎えています。ビニールハウスに並ぶシワのある葉が特徴の寒締めほうれん草、平取町の田村和義さんのビニールハウスでは収穫のピークを迎えています。寒締めほうれん草は冬の日中にビニールハウスのドアを開け寒さにさらすことで葉が縮み糖分を蓄えた甘いほうれん草ができるということです。収穫は2月いっぱいまで行われ、主に札幌など道内のスーパーで販売されます。